おはようございます。一世の赤松健です。フィッシングトリップ初登場ということで、今回は秋の倉敷川にやってきました。秋も難しい、倉敷川も難しい、難しい時期に難しいところにチャレンジしてみたいと思います。倉敷はね、一本の価値がやっぱでかいから、やりがいあるんですよ。その代わりバスに出会えへん時間も長いから、心折れずに頑張ります。先人のことを言うことを聞き、己の型ができたら破り、そこから離れて自己流を作ると。テクニックとかじゃなくてメンタルが一番大事かな、倉敷は。おっしゃー、倉敷専門店亀屋釣具が大分県に初上陸。広い店内、品揃え抜群。平和市民公園近くに大分萩原店、でっかくグランドオープン。楽しみにお待ちください。湯気すごいっすわ。急に冷気おりましたもんね今。さあ、とてつもなく大変なタイミングに当たってるっていうのは大げさじゃなくて、ここ2日ぐらい12、3度気温も下がって、で難しい秋でしょ、で難しい倉敷川でしょ、一本釣れたら万々歳って、そういう釣りだと思います。メールシンカー 0.9g をお尻から入れて、しっかりめに入れとこう。で、使うのはマルチオフセットの2番です。まあ、あの1番ぐらいがしっくりくるんですけど、僕は小針派で2番がなんかね、やっぱ釣れる気がする、ちっちゃい針って。その代わりすっぽ抜けも多いかもしれないけど、当たりの量が多い。し、これで出来上がり。さあ、まずは食わせから静かにアプローチしよう。水は若干動いてる。この冷えがどうなってるかやな。突然冷えたのってまだ水には影響あまりなかったりとかする時もあるし、めちゃめちゃ影響する時もあるし。シャーッと水面撒いて、あれあいつどっか行ってしまうぞと思ったら、次の際に落ちてくる虫みたいな。なんかベイトはいますね。さあ、糸絡む側。おやらかしました。あ、うっそやろ。一日ワンバイトあるかないかの話をやらかしました。足まで震えてますわ。嬉しかったんすよ、当たったの。そういう川ですか、倉敷川。当たったみたいな。そうそう、この端っこがやりたかった。ほほほほ、おおおお、おっしゃー、倉敷
釣れた。うっしゃー、やったやったぜー、余計や。おっしゃー、朝から慎重に沈み虫餌投入。くしゃー、これが倉敷川のバス。僕的にはレアな魚釣れました。おっしゃおっしゃ嬉しい、たいな、バス最高、気持ちよかった。もうすっと送り込んでたら、うんうんうんって軽く語ってたんですよ。そんなもうグイって引っ張っていくとかしっかり持っていくとか全然なくて、優しいあたりでした。はい、ウェルカムフィッシュ。よっしゃ、バスほどこうずっといんのに簡単な時と難しい時ってあるじゃないですか。海の魚ってこうおらんかいるかがかなり大きな要素で、その次にまあ食うか食わんかですけど、いさえすればまあ何がしか釣り方あったりしますけど、バスの場合ずっと手の届くとこにいてくれるのになんか食わへんみたいな。でもすごく数あるこの手の中で何かだけはめちゃくちゃ釣れるとこがあるんで、それを探すのがおもろいですよ。 AK チャタジュニアにライアーミノーです。水を無理やりかくはんしてやる気のないバスにスイッチ入れるケールワスね。今ちょっと一回トーンダウンしてる気がするかな。おっしゃ、バレた、でかかったやん。やってもた、めっちゃでかかった。なるほど、あんな明確なバイトやったのにサーンって、うわー、綺麗に当たって綺麗にバレた。これチャタ巻いて釣れるんかな。沈み虫結構おもろいな、この釣り。沈めるだけじゃなくこうやってトゥイッチとか水面とかで使ってたらめっちゃマルチプレイヤー。おお、行ったぞ。ほら、ブルーギルっぽいぞ、ブルーギルっぽいぞ。プンプン言うてる。この音聞いてバス寄ってこい。食われた瞬間分かりましたね。プン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 、その瞬間にバスがドンって当たる時あるんですけどね。プン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 みたいな、変わったバスにみたいな。あー、楽しくなってきたぞ。おお、水面まで出た。おっしゃー、おっしゃおっしゃおっしゃ、やっぱ泳がしてきてるの見てんにゃ。でかーい、サイズアップ。こう沈み虫を杭の際にスッと沈ませたくて、スッスッスッって水面前にきてフッと入れるんですよね。そしたらそのホールでクッて当たってたんですけど、今パパパパパってピタッて止めた瞬間にパンって水面まで出ました。寒いけどやる気あるやん。これバスから湯気で出る、それぐらい寒いっす今日バスから湯気で出るよ、初めて見たこんな。茹でバスみたいバスホックホク、ほらホックホクの沈み虫。いや、これちょっと一個釣り方かもしれないですね。沈み虫の水面使いでちょっとやってたんですけど、それのさらにもうワンパターンかも。
よっしゃ。さっきからブルーギルバイトあったのもあれ絶対良かったんですよ。ブルーギルがプン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 沈み虫の足引っ張るから、多分バステンション上がって、なんかあの辺想像しいぞみたいな。どこに行っても一匹釣るなら沈み虫2点に、これはもう絶対外せないんですよね。でこれのセッティングちょっと紹介します。使うのはこれです。沈み虫の 2.2 インチの場合はこれオーナーのマルチオフセット、僕2番使います。まあ、2番か1番ぐらいですね。2番にこれネイルシンカーの 0.9g、まあ、このシンカーの重さに関しては 0.9 がスタンダードで、もっとかもうちょっと軽くしても重くしてもいいです。ただまあマックス 1.8 ぐらいまでかなと思います。でセッティングしていきます。まず針を刺す。カーブの緩やかな面と少し三角の凸面があるんですよ。おにぎり型なんですよね。でおにぎりのとんがってる側が腹です。下側です。これちょっとした違いなんでよく見てください。で下に刺していきます。オフセットフックが下を向くように、下を向くっていうのは懐が下を向くようにします。とにかくワームがきっちりまっすぐなるようにセッティングをして、これ大事、とにかく丁寧にまっすぐに刺す。これが歪んでるとリアクション出ないから、まっすぐ刺す。でこれができたらネイルシンカー刺していきます。でお尻から入れてもいいし、で人の周りに人のいる釣り場の場合はこっちから腹から入れてお尻の方に抜けてくる。で突き抜けないようにしとけばキャストの時にお尻からネイルシンカー飛んでって誰かに当たるってことがないんで、あの誰かがいる飛んでいくリスクがある時はもうこっちから入れた方がいいですね。じゃあ今お腹から入れましょうか。お腹から入れてこの位置にこう入れていきます。お腹から入れてこう、まあお尻から刺してても僕抜けたことはないんでキャストで、まあ、めったなことはないんですけど予防ですね。これで出来上がり。これ何がいいのか、まあ、よく飛ぶ、それでバックスライドする、で根掛かり回避できる。これどういうことかというと、まず後方重心かつネイルシンカーもここに入ってるんで、下膨れの形状でここにネイルシンカーもう絶対飛ぶんですよね。よく飛びます。で飛んで次着水したらバックスライドしていくんですよ。だから着水した投げてきて着水したとこからさらにこっちに行くんで、例えばここ岸壁際とかだったらここに着水しちゃってもわーって泳いでってここに行くんですよ。でお尻当てながらコン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 って壁際釣っていけるんで、もうバスからしたらもうまるで壁張って落ちていく虫とかエビとかそんな感じに演出できます。根掛かりしにくいっていうのはお尻が重たくて頭が軽いんで、何かに引っかかりそうなものに当たった時にふっと頭がふっと上がるんですよ。頭が重いリグだとガコッとこう入っていくんですけど、ふっと頭が上がるから根掛かりしにくいと。おかっぱりだと特にこの今回の倉敷川みたいなところってそこがもうガビガビなんですよね。岩がガリガリ、木が沈んでる、いろんなもの沈んでるんで、そういうところでは根掛かりしづらいこの沈み虫みたいなものが使いやすいです。沈み虫どういうふうに使うかというと、まあ、まずは沈める、着水してこのスライドホールで釣るんですよね。普通にこうホールスライドしていくだけじゃなくて、うまいことセッティングできた時はたまに泳ぎます。クックックって軽く泳ぎながら行くんです。このセッティングができたらなぜかよく当たる。なので沈めて釣る、であとはボトムをずるびいて釣る、でもう一個がトップ使い、投げたら頭が軽い、お尻が重たいんでハッと浮き上がりやすいんですよね。で巻きながら水面をチャ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 っとちょっとシェイクしながら巻いてあげると、お尻を中心にクッ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 と軽く首を振りながら泳がすことができます。トップウォーターで使って要所要所でそのまま沈めていく。今回そんな感じで包みました。納得のラストまでやる。これでやめます。あーラストキャスト言ってるたらまた水動いてきた。もうちょっとやらなあかんやつですね。終われへんねんな、これ楽しすぎんねんな。川ってやっぱその倉敷川厳しい厳しいといえど、やっぱおもろいのは流れが出たり消えたりするのは絶対おもろいですよね。池とかは基本的には流れがないんで、木の角度とかストラクチャーの出来方とかですけど、ここに関してはそこにプラスで流れがあるんで、
一回狙ったとこ釣ったところも流れ変わったらまた魚入ってきたりとか、逆に釣れなくなったりとか、それもあるんで、一箇所でずっと釣り続けられるのが川でもあるしね。納得しました。あー、もろかった。座敷がまさかの連続バイト、ほぼ全てを見せました。どっかで取り返すぞ。よし、移動してきました。さあ、お昼は打ち物ですね。爆発的な着水音を出してしまった。あ、食ってた。ビビビバグニューモデル、サイズとちょっと形状が若干違います。まあ、まだテスト中ですね、プロと。それよりこのシンカーですね、師匠の作った USS ウルトラすり抜けシンカー。この先が細い、こう玉ねぎ形状なんですよね。この先が細いから何かを乗り越えるときにクックッと乗り越えやすい。でも太いところがあって、ここは重りは玉の形であればあるほど当たりが取りやすい。ボドムの形状は丸進化が一番取りやすい。でもそれだと根がかるんで、先が細くとんがってて何かを乗り越えれるようになってます。まあ、このイメージはこの進化のこのくびれ、ここに何かを当ててコリッ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 と音させて誘うような、そんなイメージで使っていきます。 3.5g ですね、これは。釣れちゃうやつだと思う。今何かが触ったけどな、一回触ってシンカー転がっていった。さて、ここはバス見えるらしいんで、サイトで狙っていきたいと思います。もうでもこのサイトみたいな釣りも最終シーズンですね。バス見えませんが橋脚やし、やっとこうと。魚の猫リグですね。テールがペラペラのテールがめちゃめちゃレスポンスいいんで、猫リグにしたらもうキラ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 って中のラメがもうキラ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 って。波動や振動こそ弱いもののビジュアルがやばい。お、でもベイトいっぱい。まあベイト多いけどダメなとこあるあるなんだな。いやでもこの落ち込みのとことかで待ってて、こうヒラヒラヒラって刺してたら下からボッって下からボッ。ベイトはすごいな、これ絶対どっでも地合いで食うよな。見てくれてるけど食うか。ガン見やけど、これで食わんねやっていうぐらいの距離。あれ、今になった引き出したよっ。おい、あ、取れた。ちょっと漕いで尺1分稼ぎたかったの。そんなことしてる場合じゃなかった。うーや、ちょっと静かに行ってや、うーさん。うわ、すごいベイトいるやん、ここ。深い側行ったか。
うわ今めっちゃチェイスしたのに鬼チェイスやった。魚魚ね、こリブやばいな。いた、いた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 。でっかい、でっかいけど小さいのが近くにいる。あーでっかいのが向こう向いた。どこ行くね。なんかウェットティッシュがめっちゃ取れるらしいんです。おお。てかバス釣りしてる人大体一回経験したと思うんですけど、これ時間ね、取る時間10分の1とかすごい。しかもこれ回収できるから無駄にこう生息域を広げへんのがええな。ライアーミノの5インチ、プロとですね、魚のワームのでかいやつ、これやりたいと思います。多分どこ行ってもオイカワとかってこのサイズだと思うんですよね。オイカワってよくいる日本の小魚なんですけど、でこれね、もともとが3インチで、今売ってるのはライアーミノ3インチで4インチ、それから5インチ、これプロトですね。まあもうほぼ最終型なんでこのままリリースですけど、まあ、魚系のリアルシルエットでのアプローチが、まあ、ベイマッチザベイトでできる。今まで小魚だったのが中魚、それからそこそこの魚、制御サイズですね、オイカワ制御、アユ、中アユ、そんなアプローチができるようになりました。やっぱりね、この魚の見た目っていうので反応してるなっていう時があるので、ちょっと倉敷川の上流部の難しいバス、これでアプローチしてみたいと思います。飯食うたらいなくなるパターンのやつか。言うてたら目の前におったやんか、出遅れた。でかかった。まだ見えてるっすね。ああ逃げたな、あれは。しまった、先にプレッシャーかけてもうた。おらへんな言うた、足元におるって。いませんねって向こう見てたら、ここにいましたね。サイトあるある。この川は水門で管理されてるらしくて、開けば流れる、湿ってたら流れない、今日は流れない日らしいです。長細い池ですね。基本的に流れあるフィールドは流れある方が釣れるんで、まあ厳しいけどさらに厳しい日らしいです。うわ、さあ戻ってきました。朝一釣れたとこ、昼間何にもなかった。夕方チャンス頑張ります。昔から秋から冬のもう肌寒い時になったら、こう比重系のシャッドテールをテロ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 とボトムを引くのが僕の好きな釣りで、ネイルリグです。キャラメルチャットの4インチです。得意なやつです。おっしゃおっしゃおっしゃ、いったぞ。これでっかいな。ライギョか、やばいな、糸やばいな。これでかいでかいでかい。ライギョちゃうのこの引き。ほーらほらほらほら、でっかい。うおー、やばいやばい、歯擦れてる擦れてる。よし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 、じゃあちょっともうちょっとおとなしくしててや。ここで糸掴んだら終わりなんですよ。しっかり掴んだら
指でつまんどいて、暴れたらすぐ離れるようにしといて。ほらね、かっこいい魚やで、これ、ライギョって。よし、ドラグ緩めといて、クラッチ切ってつまんで、予防線全部張ったぞ。よっしゃー、取ったー締めは巨大ライギョでした。こいつかっこいい、ヒレ最高。よっしゃ、男前ライギョ、メスかもしれんけど釣れました。最高、いい倉敷が長考になりました。まあ締めはでかいバスじゃなくてライギョだったけど、僕個人的には最高の釣りになりました。お疲れ様でした。まあ楽しい倉敷街になりました。まあ朝のラッシュさえものにできてたらもうちょっと釣れてたかなと、多くミスしました。ただまあその後昼間に拾える魚がいなかったりとか、夕間詰めにラッシュかからないとか、まあ、そういうところはやっぱ倉敷川らしいなとか、難しいフィールドらしいし、まあ秋だなと、秋ってやっぱり魚が動き早いし、見失うとどっか行っちゃうんで、まあ、釣れる時にできるだけ釣っとくと。だから朝の試合にもっと釣ってれば爆釣だったかもしれないですが、まあここは通いがいがあるという攻略しがいのあるフィールドかなと思います。まあ、潮というかね、水門の開閉があったり、ベイトでバスの魚影、これがやっぱり集中するところに集中したり、ないとかも全然なかったり、まあ、攻略していけばそれがはめれる釣りもできると思うんで、通い込んで倉敷川やったぞと言えるまで頑張りたいなと思います。ではありがとうございました。専門店亀屋釣具が大分県に初上陸。広い店内、品揃え抜群。平和市民公園近くに大分萩原店、でっかくグランドオープン。楽しみにお待ちください。